薩摩仙台市は、鹿児島県の北西に位置する市。鹿児島県内で最大の面積を有する市であり、北札地区の中心都市である。イムタイケ、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成下古式島沖にあるナポレオン岩川内地区、中心部周辺の空中写真。 1975年2月9日撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。九州本土側は、鹿児島県のやや北西部、鹿児島市の北西約40キロメートルの場所に広がる、川内平野のほぼ全域を、地域としており、地域の西側は東、品海に面している。 本市の中心市街地は、本土川地域の西部にあるが、海沿いではなく、海岸から10キロメートルほど内陸に入った場所にある。本土川地域を東西に流れる川内川は、九州で2番目の流域面積を持つ一級河川である。地域東部には2005年11月8日に、ラムサール条約に登録された、イムタイケがある。本土から、 西側約40キロメートルの東シナ海上に浮かぶ古式島列島も全域が薩摩仙台市の地域に含まれる古式島は古式島国定公園として登録された正しい読み方は古式島から古式島へと変更されたしかし地元住民からは古式島という読み方のままで呼ばれている薩摩仙台市の陸の玄関でもある 川内駅周辺は、九州新幹線開通の影響もあり、高層マンション建築や全国チェーンの出店が相次いでいる。町名、大和は、薩摩仙台市発足の際、本土川の日脇町、入木町、東郷町、下道院町に含まれていた地域の大技名は、従来の大技名に、旧自治体名を冠したものとなり、古式島列島にあった、鹿島村、 上古式村、下古式村、里村にあたる地域の大技名は、従来の大技名に、休日対名の村を町に置き換えたものを冠している。また、旧川内市にあたる地域の町名及び、大技名は、従来のままとなっている。古代は、薩摩国分寺が置かれるなど県内でも、早期から、中央政権の影響下にあった地域である。江戸時代には、 島津市の支配下となった。平成の大合併が全国で進展する中、鹿児島県北西部でも市町村合併に向けた動きが本格化した。当初、西四町四村による合併が目指され、2002年10月、これら市町村の加盟による川政策地区、任意合併協議会が設置された。同協議会で合併に向けた話し合いが進められた、結果、 下越木村を除く西四町三村が合併実現の協議を本格化することに合意し、2002年12月25日、川政策地区法定合併協議会が設置された。同協議会では引き続き、合併協定項目、合併の期日、合併の方式、新種の事務所の位置、新種の名称など重要案件が審議された。 このうち、新市の名称については合併予定市町村の住民から公募を行ったが、この際、各自治体の対立を防ぐため旧市町村名は使用しないものとされていた。西四町三村の内川内市が半数の人口を要しており、川内市の名称を使用することが順当であるように考えられたが、合計九つもの多数の自治体の合併でもあり、川内市が 名称にこだわりすぎれば、他の自治体、特に川内に次ぐ人口を要する串木野市の、合併への意欲をそぎかねないと懸念されたためである。川内市は、人口10万人の達成を、長らく目標に掲げてきたが、鹿児島市への一極集中が顕著な鹿児島県で、その実現ははだ困難だった。県、第二の都市の地位をめぐる鹿野市との競争でも、後陣を廃していた。 このため、川内市当局では、今回の合併を機に、人口の大幅増を達成することが大きな目標であり、人口約3万人の串木野市の動向は、市当局にとって、極めて重要だった。川内市当局の、こうした思いとは裏腹に、串木野市では、川政策地区での合併が実現すれば、旧川内市地域の影響が強くなり、 旧串木野市の独自性を保持し続けることができないのではないかという懸念とともに合併に懐疑的な声が起こりつつあった。こうした声を背景に2003年串木野市長選で当選した田畑誠一市長は川内市に対抗し串木野市の独自性を確保するため川政策地区での合併に強く反対し合併推進派の議会と対立した。 そして、2003年4月には、電波田市長は、川政策地区法定合併協議会からの離脱を通告したが、議会側はこれを承知せず、離脱の是非をめぐって、串木野市内では、市政の混乱が生じた。串木野市の動向が不透明な状態が続く中で、他の自治体は当初政官の構えだったが、結局串木野市の離脱を前提に、 新法廷協議会を設置することを決定し、2003年7月、川札地区法廷協議会設置の運びとなった。新協議会設置の背景には、先に合併協議から離脱した下古式村が再度合併協議への加盟を申請していた事情もあった。その結果、新市の名称についても、川内の名称を使用することを前提に、 旧市町村名の使用に関する制限が緩和され、名称の一部であるならば旧市町村名を加えることも可能となった。こうして、新市の名称は、薩摩仙台市と決定された。なお、薩摩仙台市の、薩の字体については、三の上部が、立の、で、官方に告示されており、これを用いるのが公式である。 日巻市所入力市所統合市所下動員市所2004年11月7日に執行された選挙では、旧市町村ごとの選挙区と定数が設定された。2008年10月19日に執行された選挙から、旧市町村ごとの選挙区が廃止され、定数は26人となった。常任委員会特別委員会川内、高校中心駅となる川内駅。 鹿児島中央駅までは、九州新幹線経由で12分ほどで到着する。市街地の中心を通る、国道3号国道3号熊野城バイパスを、鹿児島市方面に臨む鹿児島県道46号、阿久根統合線高速道路、一般国道県道道の駅一般路線バス、鹿児島空港連絡バスコミュニティバス。川内原子力発電所中越パルプ工業。 川内工場、デパートスーパーホームセンター、ディスカウントストア専門店郵便局郵便番号は895、896から1、または899から18。19間郵便局、入り記録藤川天神境内にある、河流梅薩摩仙台市仙台宇宙館、川内川花火大会都市丼の仮面。ありがとうございます。